2023年9月28日、台湾南部の高雄市内にある台湾国際造船において、台湾が初めて自主開発して建造した海軍海鯤級通常動力型潜水艦の、1番艦の進水式が歳費で文総統出席のもとで執り行われ、新型潜水艦が正式に海鯤と命名されたよ。艦首が中華民国台湾国旗で覆われた海鯤の前で歳費で文総統は、歴史はこの日を忘れないだろうとした上で潜水艦の自主建造はかつて我が国においてはミッションインポッシブルとみなされていたが、今日我々が独自に設計建造した潜水艦が皆の目の前にあり、我々はミッションを成し遂げたのだと語ったようだな。さて今回はそんな台湾の新潜水艦である海鯤の建造に日本が関与した可能性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海鯤は2020年11月24日に国有造船会社の台湾国際造船で寄港されていたもので、台湾はこの先この海鯤級通常動力潜水艦を8隻建造する計画として、日本円で1兆6000億円の予算を組んだとされているよ。今回進水した海鯤は今後、偽装工事が進められて各種の海上試験などが実施された後に台湾海軍に収益することになるが、その時期について歳費で文総統は2024年末を目指していると述べているものの、軍事専門家の間では収益がそれよりも遅れる可能性があると指摘する声も上がっているみたい。海鯤という艦名の由来は中華民国台湾海軍の潜水艦に対する命名規則に則って海プラス動物名とされ、創始の商用油編で語られている伝説の超巨大魚鯤が組み合わされたものなんだ。海鯤は全長80メートル排水量2500トン3000トンの情報ありで、国産とはされているものの戦闘システムはアメリカ合衆国のロッキード・マーティン製のものが採用され搭載されているほか、魚雷もロッキード・マーティン製のものを調達する予定であるというぜ。台湾海軍では現時点で4隻の通常動力型潜水艦を保有して運用しているが、いずれも数世代も前の旧式潜水艦であり、最も新しい海虎でさえ1988年に就役していてその艦齢は36年に達しているな。このシャチは現時点の台湾海軍では虎の子とされている海琉球通常動力潜水艦の2番艦で、基準排水量2300トン、水中排水量2600トン、全長 66.92 メートル、全幅 8.4 メートル、ディーゼルエレクトリック推進により水上の最高速力12ノット、水中最高速力20ノットを発揮し、6門の 533mm 魚雷発射艦からはハープーン対艦ミサイル SSM 発射することが可能とされて現在においても通用する性能を持っているものの、日本の海上自衛隊で言えば、すでに3世代前の潜水艦としてその全てが退役している渦潮型潜水艦や、2021年4月21日に乗員53人全員が死亡する沈没事故を起こしたインドネシア海軍の潜水艦 KRI ナンガラなどと同世代の旧式潜水艦であり、中国海軍の潜水艦の性能にははるかに及ばず、中国軍の哨戒能力でも探知が可能と見られていてさほどの脅威とはなっていないんだ。この海流級潜水艦はオランダのズバールトフ級通常動力潜水艦の改良型で、台湾海軍は当初スフェイエノールト社から6隻を購入する予定であったが、中国がオランダ政府に対して購入を阻止すべく強烈な外交圧力をかけたことによって、わずかに2隻のみの購入で終わってしまった経緯があるんだよね。その他に台湾海軍で運用している残り2隻の潜水艦に至っては、いずれも太平洋戦争時に建造されたアメリカ海軍の通常動力型潜水艦で、退役後に台湾海軍に売却されたもはや骨董品ともされている存在なんだ。そのうちの1隻海士は1945年に就役したアメリカ海軍天地級通常動力潜水艦のカットラスで、1973年12月4日に台湾に売却され基本排水量1870トン、水中排水量2440トン、全長95メートル、全幅 8.33 の艦体に、533mm 魚雷発射艦を10門備えているものの、近年では艦体の耐圧からに歪みがあることが発覚したた。
金属疲労が随所にあることなどから水深20までしか潜れないとの噂が挙げられているな。そして、もう一隻のアザラシもまた1946年に就役したアメリカ海軍のパラオ級潜水艦のタスクが退役後に台湾海軍に売却されたもので、基本排水量1570トン水中排水量2415トン全長95全幅 8.3 メートルと海市ほぼ同じ大きさがあり、兵装も533メートル魚雷発射管10門を備えているが、現代の潜水艦では装備されていない5インチ砲 40mm 機関砲、20mm 機関銃が艦上に装備されたまま運用されていて、全近代的な潜水艦として海市と同様に実用的な潜水深度は20メートルほどであろうと見られているぜ。このように台湾海軍の潜水艦は海流級2隻はまだしも、アシカとアザラシの2隻は寛令80年近くにもなることからとても戦力と呼べる代物ではなく、いかに中国軍の対潜哨戒能力が低いとしても脅威とはなり得ないんだ。近年、イギリスから返還され一国に制度を約束していた香港をほぼ自国に飲み込んだ中国は、次は台湾とばかりに外交的及び軍事的な圧力を強めていることから、台湾では中国本土との間に横たわる台湾海峡の防衛における抑止力として、最新鋭の潜水艦必要であることを熟知していたが、ヨーロッパの潜水艦輸出国各国は主要貿易国である中国との摩擦を懸念して台湾への売却を拒み、台湾支援を表明しているアメリカ海軍では売却可能な通常動力潜水艦がもはや存在していないため、欧米や日本の潜水艦技術導入によって自国での潜水艦建造を計画することとなりその準備が進められていたね。この潜水艦建造計画では2500から3000トン級の通常動力潜水艦が計画されていたものの、それらを建造した経験のない台湾の造船業界にそれだけの能力があるかどうかは未知数であったことから、計画通りに8隻が揃うのは2030年以降になるのではないかとの見方もあったんだけど、2023年中に一番艦ウミコンが浸水したことからそこまで遅延しないであろうとの見方も出ているよ。これには潜水艦の建造技術を持つ、少なくとも7カ国の海軍及び軍需産業関連企業などが台湾を支援しているものとみられ、先に述べたアメリカのロッキード・マーティン社の他にイギリスの企業もまた支援したとの情報があるほか、カナダ、韓国、オーストラリア、インド、スペインの5カ国から技術者、元海軍士官などを雇用したとロイター通信などが報じており、台湾のシンクタンクは潜水艦建造技術のうち6割は台湾独自のものだが、4割は欧米などからの技術輸入に頼らざるを得ないと指摘していたみたい。ただ、アメリカが台湾海軍に提供する魚雷ワンク48モドロク AT と呼ばれている高性能の大型魚雷で、中国海軍の空母や揚陸艦などの大型艦を撃沈する能力があるものの、オーストラリアやオランダに輸出されている最新タイプよりは旧型であり、このことをアメリカが中国を必要以上に刺激することがないように配慮しているのではないかとの見方があるな。また、海コンでは X 舵が採用されているが、この X 舵はそれまでの潜水艦の多くが採用している十字舵と比べて、舵の面積が広く水中運動性に優れているほか、待ち伏せ攻撃などで着底する際や岸壁に接岸する際に舵を損傷する可能性が低いことなどがメリットとされているぜ。日本の海上自衛隊の主力潜水艦においても双流型と大鯨型にこの X 舵が採用されていることから、台湾の潜水艦開発に日本が関係しているのではないかとの噂が出ているんだけど、X 舵についてはそれ以前にスウェーデンで採用されるなどしていて、日本独自の技術ではないんだよね。また日本が支援したとするもう一つの根拠として、海コンの浸水式に日本の中台湾機構である日本台湾交流協会台北事務所の岡島博之副代表が出席していたことが挙げられているぜ。日本の代表ところのメンバーが、台湾の武器の引き渡し式典に出席した前例はない。そのため、日本の企業が台湾の潜水艦自主建造に何らかの協力を行い、それを日本政府も容認したのではないかというんだけど、これについても西側諸国が台湾を支援していることをアピールするためにアメリカ側から出席を要請されただけとの見方もあり、
日本が台湾の潜水艦建造に深く関わったとする証拠にはならないと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。日本の海上自衛隊潜水艦隊は横須賀に艦隊司令部が置かれ、呉の第一潜水隊群と横須賀の第二潜水隊群に分かれ、通常動力型潜水艦22隻が所属していて、その内訳は親潮型潜水艦8隻、他に2隻が練習潜水艦に艦種変更と、双流型潜水艦12隻、そして最新鋭の太平型潜水艦2隻が運用されているよ。なお、太平型は2023年12月時点で3番艦と4番艦の2隻が浸水して偽装中で、さらに2隻の建造が開始されているらしい。さて今回はそんな日本の潜水艦にカナダが興味を持っている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の潜水艦は潜水艦の性能を示すのに最も重要な静粛性に優れていて、通常動力型潜水艦の中でも世界トップレベルとの評価があるほか、双流型の11番艦東流と12番艦欧流には、潜水艦に最適な性能を持つ高出力電池のリチウムイオン蓄電池が搭載され、世界中の注目を集めているよ。防衛省では、2014年4月1日に策定された防衛装備移転三原則に基づいて、これまでその運用が自衛隊だけに限られていた装備の輸出を図っていて、旧式で老朽化が問題となっているコリンズ級潜水艦の後継潜水艦の選定を進めていたオーストラリア海軍に対して双流型潜水艦の売り込みを図り、一時は採用される可能性が高いとする情報が出るなどして日本国産の潜水艦が初めて輸出されることに期待が膨らんだね。しかし、双流型の導入を支持していた当時のアボット首相が退陣して、ターブル首相に交代するなどのオーストラリア政治情勢の変化に加え、日本がオーストラリア現地での製造や機密技術移転に消極的であることや、兵器の国際共同開発経験が乏しいことなどが懸念材料として受け止められたことなどから、2016年4月、フランスのシュフラン級原子力潜水艦をベースにした通常動力型潜水艦アタック級が採用されたぜ。ただ、このアタック級についてはその後、建造を担当するフランスのナバルグループの対応が鈍いことなどによって契約が破棄され、オーストラリア政府はアメリカ、イギリス、オーストラリアの間で締結された安全保障協力オーカスの創設に合わせて、アメリカとイギリスがオーストラリアに原子力潜水艦の技術を供与する取り決めが交わされたことを明らかにしているってわけだ。このように、せっかく防衛装備移転三原則に基づいて防衛装備品を輸出することで、高い製造コストを下げようとしていた防衛省だったが、ここまでフィリピンへの対空レーダーの輸出契約が成立したくらいで、完成装備品の輸出は進んでいなかったんだ。そのような状況下に、カナダ海軍が運用しているビクトリア級通常動力型潜水艦が老朽化したため、後継艦種の検討に入り、海上自衛隊最新鋭の太平型に興味を示しているとの情報が飛び込んできたんだ。カナダ海軍では2023年12月時点においてビクトリア級通常動力型潜水艦4隻を運用しているよ。この潜水艦はイギリス海軍が1990年代に運用していたアップホルダー級通常動力型潜水艦で、2000年にカナダ海軍に売却され、ビクトリア級として再収益させていたね。基準排水量1870トン水上排水量2185トン水中排水量2400トン全長 70.26 メートル。全幅 7.6 メートル、喫水 5.5 メートルの大きさで乗員は48人、水上最大速力12ノット、水中最大速力20ノット、潜航深度200メートルと、能力的には大きな問題はなさそうに見えるが、4隻ともそれぞれ艦齢が40年近くに達しているため様々な不具合や事故を起こしていて、四空機には2004年10月5日にアイルランド沖で乗員1名が死亡する火災事故を起こして航行不能となり長期の修理が必要となったほか、ウィンザーは2005年10月30日に潜航中に火災を起こすなど、その運用にカナダ海軍が苦労していることが伝わっているぜ。
そのためカナダ海軍では後継潜水艦の導入計画であるカナダ哨戒潜水艦プロジェクト CSRP が、2021年に立ち上げられて艦首選定を急いでいることが明らかとなり、日本の海上自衛隊潜水艦が候補の一つとして挙げられているらしい。伝えられている情報によると、カナダ海軍では大西洋と太平洋にそれぞれ潜水艦2隻ずつを同時に稼働させて警備展開する必要があるとされ、艦隊の整備や乗員の休養や訓練などのためのローテーションに配慮して、通常動力型潜水艦を最低でも8隻が必要とされているね。しかし、近年ではカナダの北の北極海においてロシア海軍と中国海軍の原子力潜水艦の活動が活発になっており、カナダ海軍は北極海において潜水艦による作戦能力の向上が早急に必要とされていて、可能であれば12隻の導入を考えていると見られているな。そのカナダ海軍が次期潜水艦に求める性能所言として伝えられているのは、ディーゼルエンジンと発電機にバッテリーなどからなる通常動力のディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦であること、優れた長距離航行性能を持つこと、北極海においても運用可能であること、そしてアメリカ軍が運用している魚雷などの兵器及び戦闘システムの搭載が可能であることなどだぜ。これらの条件に当てはまる通常動力型潜水艦として、海上自衛隊の対艇型潜水艦が有力であるとする見方が浮上していて、カナダ海軍協会 NAC が刊行している海軍専門誌スターシェルの2023年冬号において、カナダ海軍の次期潜水艦候補の一つとして、対艇型潜水艦が挙げられているってわけだ。海上自衛隊が導入している対艇型潜水艦は基準排水量3000トン全長84メートル全幅 9.1 メートル喫水 10.4 メートルで、ディーゼルエレクトリック方式としての蓄電池は総油型の、11番艦応油と12番艦応油から搭載されているリチウムイオン蓄電池だね。このリチウムイオン蓄電池は、これまでの鉛蓄電池と比べると潜水艦への搭載において様々な利点があるよ。乗員にとって害となる水素ガス発生の危険がなく、鉛蓄電池の2倍以上の重量容積あたりのエネルギー密度と 1.5 倍以上の繰り返し重放電回数を持ち、さらに満充電になるまでの時間が短く、放電による電気容量の低下が少ない上に効率放電を長時間持続できるなど、潜水艦用の蓄電池として多くの優れた特性持っているんだ。また、艦隊の外観上の特徴としては総油型と同様の X 字型が採用されていることが挙げられ、この X 字型舵は潜水艦の舵として多くの利点があることで知られているな。これまでの潜水艦の舵は艦を回答させるための垂直舵と、水中で艦隊の姿勢を制御する水平舵が2枚1組になって十字型となっているのが一般的で、この十字型舵では上下2枚と左右2枚がそれぞれ連動していたものを、X 字型舵では4枚の舵が独立して動き、それぞれが回答と姿勢制御の役割を担当することになり機動性に優れているというよ。さらに、十字型舵では垂直舵か水平舵が損傷した場合、連動している2枚が共に動かなくなってその役割が失われてしまうことがあるが、4枚が独立して機能している X 字型舵では1枚が損傷しても残りの3枚でカバーできることも大きな利点だな。また、潜水艦では海底などに着底して敵を待ち伏せすることがあるが、その際に海底に着底することで下舵が損傷する可能性があるほか、港に接岸する際に左右の舵を岸壁にぶつけて損傷する心配がないぜ。そして、艦隊の垂直軸と水平軸に対して45度の角度で装着されていることから、艦隊の幅からはみ出すことなく、舵面積を十字型舵より大きくできるため潜航時の機動性が 30% 上昇するとされているらしい。それほどの利点があることが知られていながら総油型まで採用が見送られてきた理由は、4枚の舵を独立して操作することが難しかったためなんだけど、近年の電子制御技術の発展によって総ダインが、ゲームで使うようなジョイスティック上の操縦桿による操作が可能となったんだ。なお、対艇型潜水艦では艦内の居住性が大きく改善されていて、
女性の陸民を想定した専用居住エリアが設けられていて、専用シャワー室や寝室が完備されているぜ。さらに日本とカナダの間で現在、軍事関連の情報漏洩などを防ぐ情報保護協定締結に関する協議が進められていて、これによって日本製潜水艦の機密情報などが守られるとされ、このこともカナダ海軍の次期潜水艦の候補に対米型潜水艦が有力であるとする根拠となっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。救難飛行艇 US-2 の製造企業として日本ではよく知られているのが新明和工業社だが、同社がイギリスの航空関連のベンチャー企業であるアエラリス社とが2023年3月15日に業務上の提携を結ぶことが判明し、大きな注目を集めているよ。すでにこの公表が行われた同月内に日本の新明和工業社とイギリスのアエラリス社とは、今回の提携に基づく動きを開始する予定とされており、航空機の設計から製造に至る一連の流れで協力を図ることとなる見込みだな。今回は日本の新明和工業がイギリスのアエラリス社と提携を結ぶ件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、概要としては今後の航空機開発に必須と考えられているデジタル手法を取り入れたエンジニアリング、そしてその過程をマネジメントしていくやり方を共に構築していくというのが今回の提携の内容のようだね。イギリスのアエラリス社は、アエラリス高等ジェット練習機と呼ばれている航空機を手掛けている企業であり、同機は2015年にダートという呼称で世に送り出されたモジュール方式を取り入れた機体となっているよ。アエラリス高等ジェット練習機は、基本操縦の練習用機体、基本ジェット機の練習用の機体、高等ジェット機の訓練用の機体から、デモ用の機体、軽戦闘機、無人航空機等まで、パーツの組み替えで対応することが可能なんだ。こうした複数の用途への対応をアエラリス高等ジェット練習機は、機関部主翼尾翼等の構成パーツを変更することで実施できるモジュラー方式を採用しており、航空業界では非常に高い関心を集めているぜ。アエラリス高等ジェット練習機はモジュラー化されたパーツ以外では、基本のアビオニクス、制御システム、中核の胴体部などのおよそ 85% を共通化しており、非常に先進的な設計だと評価されているな。こうしたモジュール方式と中心となるパーツの共通化を行うことで、アエラリス高等ジェット練習機は使用者の用途に応じた高い汎用性とその運用コストの低減が図れると目されており、画期的な機体とみなされているってわけだ。そのためイギリス空軍は傘下のラピッドケイパビリティーズオフィスを通してアエラリス社に出資を行っており、2021年2月には3年の開発契約も締結し、アエラリス高等ジェット練習機のさらなる進化を後押ししているよ。これに応える形で2021年9月にアエラリス社は、アエラリス高等ジェット練習機を無人航空機化した中で、さらに戦闘機型や空中給油機型などの多様な形態への横展開を発表し、その拡張性の大きさを世に示したんだ。こうしたアエラリス社の推進しているアエラリス高等ジェット練習機の開発の方向性は関連企業において非常に高い評価を獲得しており、イギリスを代表するロールスロイス社も同年同月に航空用の機関部の供給契約を結んでいるね。アエラリス社への投資はこれらロールスロイス社などの同じイギリス国内の企業に止まらず、中東の産油国カタールのバルザンホールディングス社も名を連ねており、1050万ポンド約17億円弱の出資を得ているぜ。これもあってかアエラリス社は2022年3月にカタールで行われた展示会で、アエラリス高等ジェット練習機の実物大模型2機を送り込んで展示しており、バルザンホールディングス社はもとより同国のシャイフタミーム・ビンハマド・アール・サーニー首長も姿を見せたらしい。アエラリス社の将来性には軍需航空企業の大手も期待しているため、本国の BAE システムズ社、さらにはアメリカのボーイング社も出資を行っている状態であり、世界のジェット練習機市場に新たな潮流を巻き起こす可能性が高いってわけだな。2023年時点では、世界のジェット練習機市場では韓国製の T50 が大きなシェアを築き、
その軽戦闘機版である FA50 とともにアメリカ製の F16 ファイティングファルコンの介護艦として一定の評価を得られていたよね。今後はアエラリス社のアエラリス高等ジェット練習機が、そうした市場に食い込んでくるものと思われ、同機はさらに無人航空機としての拡張性も備えるため、西側諸国を中心に大きなシェアを獲得するのではないだろうかとされているよ。今回は日本の新名は公用車とイギリスのアエラリス社との提携という話題であったが、日本とイギリスといえばそこにイタリアを加えた3カ国で GCAP グローバルコンバットエアープログラムを行うことが2022年12月9日に正式発表されているね。この GCAP グローバルコンバットエアープログラムでも、数年前までであればこうした動きとなることを予期した関係者は少なく、従来通りのアメリカとの共同開発の線が濃厚であると大多数が考えていただろうな。日本が太平洋戦争後にアメリカ以外の国と兵器の共同開発を行うこと自体が初の取り組みであるため、GCAP グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機の開発にも大きな注目が集まっていることは言うまでもないぜ。ただし日本の次期戦闘機開発に関して、今後のこうした戦闘機開発プロジェクトで必須となる随伴する無人航空機の開発においては、やはりアメリカのロッキード・マーチン社が関わることが確実視されており、今後はまたクローズアップされるだろう。一方のイギリスにおいては GCAP グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機は、BAE システムズ社が統括するが、前述のように同社はアエラリス社への出資もすでに実施していることから、随伴する無人航空機にもその関与が見込まれるよ。さて日本の新名は公用はといえば、海上自衛隊が採用している大型の救難飛行艇 US-2 の製造元企業としてつとによく知られていると思うが、同社は太平洋戦争の敗戦までは川西財閥の傘下の川西航空機として軍用の航空機を手掛けていたんだ。その当時の川西航空機は日本海軍に対して、極地戦闘機として高名な市電及び市電海を製造しており、同機は太平洋戦争の戦局が日本に不利になっていく中で、日本の本土爆撃に飛来するアメリカ軍機に対抗する貴重な機体となったってわけ。ただし川西航空機といえば、今の救難飛行艇 US-2 の源流ともなった通称二式大艇、正式名称は二式飛行艇を抜きに語ることはできず、1941年から1944年までに総数167機が製造された同機は、レシプロエンジンの飛行艇として世界一とも称されているぜ。機体が大型であるにもかかわらず、4機のレシプロエンジンを搭載し速度面に優れ、かつ 20mm の旋回式機銃5門を固定武装に備えていた二式飛行艇は、1942年3月には2機でハワイへの空爆を行う警察船にも使用されたな。この警察船では二式飛行艇は大きな戦果を上げることはできなかったが、その航続性能を活かして実施された作戦となり、アメリカをはじめとする連合国側の兵士たちからは、フォーミダブル及ばれ恐れられたという逸話が語り継がれているらしい。その逸話を象徴するかのように二式飛行艇は1943年11月には、アメリカ軍の戦闘機 P-38 ライトニング3機と空中戦を行えない1機を撃墜、また後には同軍の大型爆撃機の B-17 や B-25 を撃墜した武勇伝も記録されているよ。こうした数々の逸話を残した二式飛行艇だけど、そこで培われたノウハウや技術が、今の救難飛行艇 US-2 へと脈々と受け継がれており、同機は2007年から海上自衛隊での運用が行われているけど、いかんせん生産数はこれまでで8機と少数に止まるんだ。救難飛行艇 US-2 は海上自衛隊に採用されているのみであり、そうした限定ゆえに生産数が少ないことから1機あたりの取得コストもおよそ100億円と高額であり、2011年以降は海外への輸出にも力を入れているが現時点で確定した取引はないな。一時期は救難飛行艇 US-2 は輸出先としてインドに輸出ライセンス生産の総数15機という取引が盛んに取り沙汰されたこともあったけど、やはりコストが高いことが最大のネックとなったようで、その後の進展も聞かれなくなっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2023年5月、防衛装備庁は、STOVL 用バージ橋家の整備に関する調査研究についての募集要項を公示したよ。その後10月にこの業務について、造船会社のジャパンマリンユナイテッドと契約を交わしたと公表したらしいな。さて今回は F-35B 戦闘機は橋家から発着するのかという件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この業務は、航空自衛隊が導入を予定している STOVL 短距離離陸垂直着陸機である F-35B 戦闘機が使用するためのバージ橋家を研究するものだね。防衛装備庁は、この業務に関しては、海自の出雲型護衛艦の特別改修に関する知識技術が必要不可欠という前提条件を示していたんだ。ところが、この条件に合う必要な知識や技術を持つ企業はジャパンマリンユナイテッド1社だけで、そして応募者も同社だけだったので、当然の成り行きとして選定したということだな。だったら、わざわざ募集する必要があったのだろうかと思ってしまうぜ。この会社しかないのは分かっていたはずだもんね。なのに、あえて募集するというのはちょっと邪推してしまうよ。防衛省は現在、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀の2隻を、F-35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めていて、この F-35B は、滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能なんだって。現時点ではバージと STOVL 機を、どういう形で組み合わせて運用するのかは不明で、F-35B は画期的な新戦闘機だから、最大限有効活用するため進めている調査研究は今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているみたい。ここで F-35B について詳しく知っている人たちの意見を見ていくよ。出雲や加賀が運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより離着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。大体国外で使用することは想定してないから、それで十分でしょ。となると、橋家アルファで運用するのも悪くないよね。当初防衛の補助が主要任務になるんだろうし、前もって橋家を重要箇所に置いておくのは合理的かも。海事は出雲型や日向型を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である護衛隊軍はしっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには掃海隊軍を両用船部隊に指定してこれで人技は切ったという認識なんだろうね。F-35B 戦闘機やヘリは自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海事側は機動運用艦隊になる護衛隊軍を、狭い海域の当初防衛に貼り付けるのは愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F-35B に期待している役割もそれぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから見事に同床異夢ってこと。将来的に海自は自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから運用法でまとまるはずないよね。当初防衛の時に臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F-35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲や加賀を敵の矢表に立たせるわけにはいかないから、橋家プラス機動船艇のセットに燃料や整備品を乗せて連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島からさらに 400km 離れている南大東島のような離島に、F-35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように、中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから、手をこまぬいて、何もしないわけにはいかないので、仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、加賀はこの2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもあり得るよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F-35B 戦闘機なら小さいフロートでもいけるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は那覇、
嘉手納基地のようにミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。レーダーだけじゃなく中 SAM 海ブースターもつけて長射程板と武器を盛り盛りで守るのかな。いっそ、イージスアショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし。F-35BODDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは、基本的には艦隊防空のため、わかりやすく言えば太平洋戦争時の冷戦の役目を期待しているってこと。確かに海自が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F-35 は海上自衛隊の駒じゃないので、従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても艦隊防空の確約はないから適宜柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで、逆説的に海自が自前の戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時に、どっちを優先するかという極論でしょう。F-35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから揚陸作戦に出雲型を回す余裕は全然ない。海自は自前で F-35B を運用できる体制を作ってくれということか。出雲型はもともと機動運用だったから、海自は当初防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。F-35B は海自と空自では求める役割が全く異なる。つまり運用がいびつなものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので、民間ロロー船が陸自輸送の主力になるだろう。浮橋や橋家で沖合のロロー船から離島を結ぶことも視野に入れているから、橋家もその一環になる。要するに出雲型が回されないのなら、ヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用の STOVL 発着艦バージで、オスプレイを主体として F-35B の緊急使用も想定したものではないのかな。加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で、有事の海の止まり木になるのかな。アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だから、メガフロートみたいなのも良い選択肢では？戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、F-35B だけのためというわけじゃないと思う。いろんな意見が見受けられたね。ちなみにロロ船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことだよ。海自の艦艇と民間船を併用するという考えのようだが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保証はどうするんだろうな。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの防王妃みたいな考えではないと信じたいところだが、橋家の利用についても高評価が多いと感じるけど、それこそ相手国が民間の漁船などをフル活用して、橋家を破壊するということも想定できるし、橋家自体は、普通の浮橋のようなもので、防衛能力はないもんね。素人の見方だけど、海上にぷかぷか浮いてるものを潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うんだけど、どうなんだろう。簡単に破壊されてしまいそうな橋家に、大切な F-35B 戦闘機を一時的であっても、任せてよいのかなとも不安になるのもわかるが、そのあたりは専門家がしっかりと考えてくれるはずだぜ。そうだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。